皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。この番組はアリコジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は西武池袋線ひばりが丘駅から東久留米駅までをお散歩。東京らしからぬのどかな風景。ちいさんの感想は？なんか軽いだね。東京なんだろう。そして思わず顔がほころぶ可愛い小物だらけの雑貨屋さんを発見。すごい器用だね。さあ、一駅散歩に出かけましょう。あれ、テレビの出番のおじいさんだ。ビニールハウスは何を？北の美味しいものを厳選した海鮮おせちと丸々姿のカニのご紹介です。電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか？一駅手前で途中下車。見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩。今日の一駅は、西武池袋線の、ひばりが丘から東久留米までの一駅を歩いてみたいと思います。ひばりが丘っていうのはだいたいこの池袋から急行で20分ぐらいのところで、そんなに寄らなくてもいいんじゃないですか、石橋さん。たまには僕の顔も撮っていただきたいと思うんですけども、はい、いいですか？石橋君はなんかこの駅にこだわった理由は何かあるんですか？そうですね、やっぱり一番の理由は僕が毎日使ってる最寄り駅だっていうところが、はい、君が毎日通ってる使ってる駅なんですか？そうなんですよ。最寄り駅を一駅やってみようというのはどうして、はい、あんまり駅周辺以外を歩いたことがないので、うん、今日ちょっとちいさんと一緒に歩いて、はい、線路沿い歩いてみようと。わかりました。ではこっち側から、はい、もう駅の前は、人がたくさんいらっしゃいます。ワンちゃんもいます。こんにちは。こんにちは。怖いな。ということで今日はいつも以上に気合十分の石橋くんと歩く一駅散歩です。確かに普段使っている駅だからこそ隣の駅まで歩くってなかなかないですものね。新しい発見期待していますよ。大正13年田無町駅として開業したひばりが丘駅。昭和30年代に造成されたひばりが丘団地の誕生とともに駅名も改められました。向こうは何口だったの？あれは北口ですね。北口でこっちが南口になるの？はい、そうです。こっちはあの広いこのロータリーのようなすごい空間になってます。こっち側でなんでやんなかったの？まあ、いつも僕は北口を使ってるので北口がいいかなと思って。そうか、はい、北口を使ってるから、はい、で今、まあ、シーズンですね。クリスマスツリーがすごい綺麗だね。ちょっとそば行ってみようか。はい、綺麗ですね。色のこの統一感がいいね。それとあの流れ星なんてこんなのは昔なかったけどね。今風の飾りなんですね。クリスマスツリーにも世代差ってあるんでしょうかね。こんにちは。寒いね。寒くない？あれ全部お家の手に入れてくれた。勘違い。ちょっと眠いから僕。あ、お家の手だよ。なんかテレビみたい。テレビって映ってるかもしれないよ。赤松はすごいですね、この松。
これは相当古いですよ。保存林ですね、やっぱり。ああ、看板が。これは相当年数が経ってる松ですよ。すごいね。赤松です。こんな大きな松が、ほら、ここも。わあ、すごいですね。もうこの幹のあたりのこのかさぶたのようなものがすごいね。はい、模様のようになってますね、うん、赤と黒で。こうやって石橋君、はい、長い風雪に耐えてるわけですよ。そう。これもほら、こんな大きな欅。うわ、すごい。道にこうはみ出そうとしてますよ、この欅も、うん、もうすでにこのコンクリを作った時よりこれだけはみ出しちゃったわけだな、はい。生きようとしてるんですね。生きようとしてる。こちらのお宅もまた紅葉が見事ですね。本当に綺麗だね。なんか軽井沢だよね。東京なんだろ。え、これは何だろう。可愛いものがありますよ。こういうものが置いてあるの。雑貨屋さんっていうのかね、こういうの、なんていうの、これかわいいですもんね、はい、なんか見れるんですかね。なんか普通のお宅みたいですけどね。入ってみますか、はい、すいませんが、ちいさんぽという番組なんですが、どうぞ。いいです、何から入ってもいいですか、はい、どうぞどうぞ。はい、じゃあ靴をね、邪魔します。何これ、これは何、みんなさん、みんな手作りなんです。いろんな人が手作りで作って、手作りの、なんていうもの、これ、この小物、雑貨小物という括りでいいの。でもいいです。面白いね。カバンとかもあるから、まあいろいろなもの。ああ、皆さん手作りのものをこう、そうです、出してくださったっていうか、いろんな作家さんがいらして、出してくださって、3ヶ月に1回。ああ、で、こう皆さん、こう若い方や皆さんが面白いから、見に来てくれたり買いに来てくださったりするわけですか。はい、そうです。あとお友達で声かけあったりとか。なんか可愛いものばっかりです ね。ありがとうございます。女の子なんかみんな欲しくなっちゃうだろう。どれも欲しくなっちゃうって感じだね。僕だって、僕もこういうもの好きで嫌いじゃないから。これもそうなの？はい。何これ材料は？プラスチックだったりシリコンだったり。すっごい器用だね。じゃあ何か欲しいものありますか？今探してんだよ。僕見つけちゃったんですけど。どれしたの？僕が欲しいというか、ちょっと小さに買っていただきたいなと思って。なんで僕が買ってあげるの？え、買ってプレゼントするんですか？いいですか？どれどれ、これなんですけど、お年玉の袋？はい、お年玉じゃなくて袋が欲しいのね。いや、僕も小さにとってはこう孫の年齢ですから、お年玉もありかなと。お年玉もありかなって珍しいやつだね。ほら、かわいいね、これ。石橋くんの作戦も煙に巻かれちゃいましたね。うわ、圧倒的な自然だね。ほら、ここだけでもこういろんな色の、綺麗だね。それでは見事な紅葉を記念に、そろそろ見納めですね。こんにちは。これお父さん今何を？あれテレビのでおなじみのちいさんだ。ビニールハウスは何を？いちごです。もう見てもいい、見せてもらっていいですか？え、どうぞどうぞ。すいません。お邪魔します。お仕事中。うわ、今開けてもいいんですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はいはい、どうぞ。ああ、お邪魔します。ああ、もう花が、うん、これがみんなのですね。そうですね。だいたいクリスマスをね、クリスマスをそこにね、予定して、クリスマスからお正月を理由にね、そのようにその調整してるんです。うちは。だからその管理は結構ね、はい、栽培がね、そこへだから難しい。難しい。で、今年はだいたい順調に今、だいたいだから、もううちは毎年
あのクリスマス頃を、うん、ピークというかそこだから収穫できるように作るんですよ。これだけのだけのハウスのイチゴの実がなったら大変でしょ。まあ一つのようにこれだけ花が咲いてるってことは5つも6つも咲くわけでしょうから、うん、子供を育てるようですよ。ああそうですか、これはね今日今息子はいませんけど、うん、このイチゴの方は全部息子がやってる、息子夫婦やってるの。でね、おじいちゃんはね、畑の野菜の方。あ、そうですか。そうですか。でも今日いいもの見せてもらいました。いやいやいや、申し訳ないです。ありがとうございます。いいお父さんだね。でも結局イチゴを作っているのが息子さんだったんで。そういうことだね。それはいいね。ちょっとそれが面白かったですね。面白かった。綺麗だな、水が。そんなところに声が、カラーの声が真っ赤でいいもんだね。こんなとこはないよ、石橋君、はい、この優雅なこの声が綺麗だな。いいね、いい景色ですね。いい景色だね。そうですね。あ、着きましたね。大正4年に開業した東久留米駅。自慢は富士山を一望できるテラス。天気が良ければこんな絶景を楽しむことができます。ひまりが丘から東久留米駅までの一駅でしたけども、大きな木がたくさんあって、本当に自然豊かな羨ましい町だね。もう自然の中にこう住もうと思ったらこの町以外ないと思うくらい素敵な町でしたね、はい、そんな非常に楽しい一駅散歩でした。電車とともに歩いてみると線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は膝痛予防体操です。椅子に浅く座り、膝を伸ばし足首を直角に曲げます。膝が曲がらないように行ってください。ちいさんぽで訪れた町を本でご紹介。待望の第6巻が絶賛発売中です。おすすめの22コースを絵手紙とともに掲載しています。